南茅部町は北海道大島市町中部にあった町。町名の由来はアイヌ語のカヤウンベシュから2004年12月1日に函館市に編入された。北海道唯一の国宝、中空土牛が出土され、数多くの遺跡があり、現在も発掘調査が行われている。大島管内中部、亀田半島北東部に位置する。北部は噴火湾に面し、 南部は山岳。平地の少ない険しい地形。漁業が盛ん。特産品はコ昆布。この地域で生産される昆布は白口派マシン昆布と言われ、日本一の最高級昆布として、天皇家に献上されている。現在は、スーパーや土産店でも販売されているが、価格が日高昆布や利尻昆布とは格段の違いがある。また、以前は、 新昆布漁の邪魔者とされていたが米昆布がこれから抽出される福井ダンをはじめとする豊富な栄養成分が商品化されるようになり健康ブームも相まってが米昆布の養殖も近年行われている。なお、が、米昆布はこの水域からしか取れないと言われている。また、近年はダルスを特産品として売り出している。町内を鉄道路線は通っていない。 鉄道を利用する場合の最寄り駅は JR 北海道函館本線函館駅。ありがとうございます。